坂口武史氏7月23日昭和33年3月5日は、日本の実業家、政治家、旧姓、井上、米子商工会議所会頭、県会議員、米子市議会議員を務めた、鳥取県平民、鳥取県人、井上豊次郎の次男、井上清太の弟、初代、平米の養子。坂口家は、反政時代、沢屋と称し、面。 木面中外業を営んでいた。初代平米が、坂口財閥と呼ばれるように家業を発展させた。明治39年7月は稲田、大学法学科卒業。三院電機常務取締役に就任。明治42年、分家して一家を創立す。大正15年8月合併により、広島電機取締役三院支社長となる。 大正2年9月の町会議員当選以来、昭和2年3月まで13年7ヶ月にわたり、調整進展に尽くし、同6年6月に、市会議員当選とともに、市会議長に選任され、同10年6月再選まで、通算24年議員の職にあり、その間に危険会議員に当選した。回答在任は3期12年間にわたり、同16年3月に顧問に推挙された。 産業功労者として、県知事より、また、自治功労者として、米子市長より、それぞれ表彰を受けた。在会人物四百496ページによれば、坂口の役職は、米子商工会議所会頭、米子市会議員、沖電機社長、広島電機、米子電車軌道、米子銀行、坂口商店閣、取締役などである。趣味は洋局、宗教は、 上土州、住所は、米子市、西町。洋服初代、坂口、平米、ABCDEFGHIJKLMNOPQRS、人事更新67半差85、ABCDEF、財界人物選集、496ページ、米子商業誌410ページ、ABCDEFG、米子経済90年の歩み243ページ、 在会人物四百496ページには、坂口平米幼女とある ABE のサブロー監修、第10班大衆人事録差71ページ、ABCD、人事更新録7班、イ20。ありがとうございます。